どうも、岡野ゼミナール173回か何か忘れちゃったんですけど、今回はですね、大阪都構想について論じようかなと思ってます。岡野ゼミナールの YouTube、Facebook、Twitter、Instagram、フォローとかチャンネル登録できればよろしく。で、何だったかな、小生のしゃべることは非常に遅いですから、であとは時間もとても大切ですので 1.5 倍とか 1.75 倍で、見ることを推奨させていただきます。15分番組をね、8分ぐらいでこう見ると時間もこうすっきりしますので、まあ、ニュアンスだけ取っていくんだろうなと思います。大阪都構想に結構ね質問が多くてですね、でこれはね本当に悲しいことなんですけど、報酬っぽい人たちがみんな騙されてるんですね。その大阪都構想をやるべきだとか、日本維新の会は保守だと、改憲勢力であるっていうふうに述べなんですね。その時にね、この人たちは表面しか見れない人なんだなっていう、とても悲しい、ことを、ちょっと悲しく感じましてですね、前回ぐらい、3つか4つぐらい前にインテリジェンスの基礎についてですね、お話をさせていただいたんですけれども、インテリジェンスの基礎って何なんですかって言ったら、それはもうシンプルの、でございまして、たくさんの情報をこう仕入れることではあるんですけれども、人物で特定しますと、まずは血筋を調べます。この人は誰と誰の息子なのか、誰と誰の孫なのかっていうのを調べたら、で日本の国益を損ねる人たちは大概、お父さんお母さんかおじいちゃんおばあちゃんがどちらかが外国人である可能性が、結構高いです。で2はですね、宗教ですね、今日本で言えば創価学会とかが非常に、で創価学会をなぜ着目しているかと申し上げると、創価学会、幸福実現党というのもあるんですけども、幸福実現党もこれから膨らむことはもうないです。おそらく膨らみません。膨らまないんですよ、これ以上。ではなぜ創価学会はこんだけ膨らんだかっていうと、ウォーギルトインフォメーションプログラムですね。1972年からですね、いわゆるキッシンジャー周内会見ですね、こちらの、レールに乗ってたのですごく膨らんできた。じゃあどうやって膨らんだかといったら、宗教法人を払わない、宗教法人という形で税金を払わないと同時に政治家を立てて、で我々の税金から給料をいただきながら、かつルールですね、法律を決める側になっている。で今で言えば国交大臣を務めているんですよ。これは言ってることが分かりますよね。つまりですね、宗教と血筋を調べると、今日本で言うと朝鮮系なのかチャイニーズ系なのか、で宗教といえば創価学会か創価学会じゃないかぐらい調べると、非常にですね、分かりやすい。例えば北海道の有名なところがニトリですよね。このニトリの、社長というか会長も創価学会ということが、言われています。で今回の竹中平蔵が大阪維新の会の、政策顧問を務めてるんですけども、そのパソナの、会長を務めて、その上にいるのが南部さんなんですね。パソナで言えばその竹中平蔵は国際金融資本家の代理人なので、別に南部さんが、
直属の上にいるわけではないんですけど、一応便宜上上にいる人が南部、安成さんという方ですね。この人は、創価学会員であるっていうのも、パソナグループパソナで働いてた方から伺ったので、結構固いエビデンスだと思います。でさらに彼は、挑戦系であるんじゃないかと。チャゲ&アスカさんのアスカさんに女性を紹介したので、その女性の方が、朝鮮人だったとかっていうねお話もありますので、まあいろいろ黒い噂を持ってる方なんですね。でまあ孫正義もソフトバンク で彼はもう 100% 朝鮮人なんですね。なぜなら自叙伝で在日朝鮮人ということでいじめられたとご自身の、自叙伝で書いてると。なのでこれは 100% ハードエビデンスであると。でさらに言えばもしかすると創価学会の匂いもする感じですね。でかつ、沢田さんでしたかね、 HIS の人も、この人もちょっとこう外国人朝鮮系とかそっち系なんじゃないのかっていう噂を聞きます。つまりその IT 三重視って言われてる3人ともがもしかしたら外国人なのかもしれない、まあ、もしかしたら創価学会なのかもしれないっていうような可能性があるということなんですね。ですからソフトバンクに関しては、日本でいくら儲けてもアリババだったりとか海外に投資をしてちょびっと赤字を作る、で税金をほとんど払わないというような形にする。つまりもう日本人じゃない、日本人に愛国心がなかったら別に税金なんて払わなくていいじゃないかってなっちゃうんですよ。ですからまず一番血筋を調べましょう。次に宗教を調べましょう。その時の一番力の強い宗教に入っている可能性が強いと申し上げています。で今回もその石原さとみちゃんが結婚した時に、石原さとみちゃんは創価学会員です。これは創価高校に出てるのでもうほぼ間違いないと思いますし、池田大作さんが石原さとみという名前をつけているというのも、まあ、有名なお話ですので、まあ、彼女は創価学会員であると小生は解釈しています。ただ 100% ではございません。なぜなら小生は石原さとみさんと会ったことがないからです。 99% そうなんじゃないかなぐらいです。でということは彼女と結婚した人は創価学会員なんですね。言ってることは分かりますね。創価学会の人は創価学会の人じゃないと結婚できないんです。末端の方は知りません。しかし、お父さん お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんとかそう何代もやってる人で創価学会員同士で、結婚しないっていうのはありえないんですよ。ですから、山下智久っていうんですかね、ヤマピーですかね、ジャニーズのヤマピーと、石原さとみさんは付き合ってた。で、まあ、上戸彩ちゃんと、井上真央ちゃんと、何だったかな、滝沢さんです、タッキーですね。この3人は池田大作が自分の可愛い息子と娘だって言ってるのは創価学会なんですね。こちらが、上戸彩ちゃんと結婚した人が EXILE のヒロさんですから、彼はおそらく創価学会に途中で入ってきたと、小説は解釈してます。で結婚したと。ということはヤマピーも創価学会員にして結婚しようと思ったんですけど失敗したと。なので石原さとみさんが結婚する手前に17歳の子に手を出したと。蓋を開けると17歳の子が20歳以上だと偽って酒を飲んだ。殺されたらどうなります？ということはヤマピーさんのものすごいタイプの女性を準備してハニートラップをかけたと。これ誰がやったんでしょうか。おそらくある宗教団体なんですね。これはもうほぼ固いと小生は思っています。というふうに血筋と宗教、その次は大学なんですね。大学のどこどこの、例えばジョン・ホップキンス大学のそういった、お薬とかそういうなんていうんですかね、病気のやつとかのやつ出したのがロックフェラー財団ですから、どこが寄付をしてたかっていうのを調べると、
普通のレベルの人たちは普通の人なんですよ。その代わり大学でかなりエリートの人たちっていうのはこうえりすぐりで、まあ、工作員として育てられていると解釈してますし、あとはもう政治家、例えば蓮舫さんとかっていうのは北京大学かどっかそのチャイナスクールに行ってるんですね。ということは彼女はチャイナの工作員のようなことを何年間やってた疑いのある場所にいたんですよ。そこを調べると蓮舫さんがどういう人物なのかっていうのが分かってくる。でこう分かってきたと思ったら台湾と日本の二重国籍があった。オーストラリアでしたら逮捕とかですよ確か、うん、でもう必ず国会議員辞めさせられますよ。そういった重いことをスパイ防止がないことでできなかったんですね。でもう一つはまあ仕事ですね。例えば三菱マテリアルだったりとかね、そこら辺の方だったりとかするとああ地形かなとかみたいな感じである程度見えてくるんですね。ジャパンハンドラー系のところかなとかね、いろいろこうポワーッと出てくるんですね。ですからこの4つね、血筋と宗教と大学とどこに就職してたか、この4つを大体吟味するとそんなに大きくは外れないはずです。で石原さとみさんの結婚の画像があったのがもう産経も読売も全ての、テレビと新聞が創価学会のその字も言わなかったということは、創価学会がどれだけお金を配ってどれだけ力が強くて、そしてどれだけ新聞社とかテレビの中にエージェントを送り込んでるかっていうのが、見えたと思います。さて、これもう時間少なくなりましたね。大阪都構想をなぜ賛成するやつがバカなのか、ドアホなのか、これね、もう簡単に申し上げます。さっきインテリジェンスの基礎をお伝えしましたよね。それと同じように今回の大阪都構想の政策顧問をしているのが竹中平蔵なんですよ。じゃ竹中平蔵の、便宜上上にいるのがパスナグループの南部さん、この人創価学会員と聞いています。ということは創価学会が竹中平蔵の書いた政策に対してノーって言いますか、言わないんですよ。言わないんです、ね、ということは小泉政権の時に、要は、なんていうんですかね、郵政民営化だったりとかですよ、あとは、郵政民営化と、あとはその派遣とかですよね、要は行政改革と申し上げますか、構造改革をしたわけですよ。じゃ構造改革して何が良くなったんですかって言ったら何も良くなってないですね。郵便局はアフラック、アメリカのがん保険を売ったと。じゃあ官報でやればよかったじゃないかっていうのもできなくされてしまった。で郵便局員の給料は下がってしまったと。でさらに、アルバイトと正社員の間に派遣ができた。じゃあ派遣ができてどうなりましたかって言ったら、そのロストジェネレーションと言われる30代40代ですね、一回も正社員になったことがない人とか結構いるんですよ。で、手取り20万とかそれぐらい、25万ぐらいでボーナスなし、福利厚生なし、 2,3 年経ったりしても首切られる。結婚できますか？できないじゃないですか。どういうことですかと申し上げると、日本の保守って一応言われてる人たちが大阪都構想は賛成だとか日本維新の会は保守だって言ってるんですけど、後ろにいる人見てくださいよ。また騙されるんですかっていうことなんですよ。で今回その大阪市を大阪府に吸収させて4つに分断すると、でも大阪市はなくなっちゃうんですね。なくなっちゃうんですよ。でこれ4つに分割してお金を分け合うと。だったら、何司令としか忘れてあったんですけど、この権限がなくなっちゃうんですね。弱くなるんですよ。で東京都は、東京都の23区の中に1000万いるんで 7割の人がいるんですよ。大阪市は3割しかいないので、これを分け合っちゃったりとかすると絶対に負けるんですよ。
で、この後どういうふうにしていくのかっていうのは小生は分かりかねるんですよ。分かりかねるんですけれど、この、大阪都構想のこの4つに分けた後にこれをやって多分それなりの成果を小生上げるんじゃないかなと思うんですね。おそらくなんですけど、で上げたらその次は橋本徹君が言ってた地方主権なんですよ。つまり日本を同州制にさせるっていう形の法律を通そうと、大阪でこれだけ成功してるんだからこれは同州制にしようと。あとはこれ JR のことが起きちゃうんですね。 JR 民営化しましたよね。そしたら大阪名古屋、名古屋東京か、ここが何兆円ですよ。真っ黒黒すけですよ。黒字ですよ。なんで黒字になるか、地政学なんですよ。ここはもう何もしなくたって絶対黒字になるんですよ。もうほっといても勝手に黒字になるんですよ。じゃあ北海道どうなってるんですか。550万人しかいないわけでしょ。もう静岡県と同じ広さをチャイナに買われてるんですよ。でニトリの社長は創価学会でしょ。創価学会とね、公明党と菅官房長官、当時菅官房長官とね、でまあそういうのでアイヌ新法を通したわけですよ。どういうことか分かりますか。つまりですね、550万しかいないところの、ところに過疎地のところに電車が通れなくなりますよね。だって民営化しちゃって毎年300億円ぐらい赤字になってるんですから、これを何兆円稼いで黒字のところ補填すればいいのに自己責任だと。そしたら過疎地に電車が通らなくなったら、電車が通らなくなった過疎地はどうなりますか。地場が下がるんですよ。土地が安くなるんですよ。それは外国人に買われるんですよ。戦争をやらずして間接投資されるんですよ。言ってること分かりますか。つまり日本がその大阪都構想をやって、橋本徹君がもともとやりたかった同州制をやると、北海道と四国と沖縄は必ず競り負けますよ。必ず負けます。そしたら外国人に取られるんですよ。これのステップなんですよ。これが見えてない。でしかも竹中平蔵とデイビッド・アトキンソンだったりとか、そういった人たちですよね。で菅官房長官は、佐藤博さんでしたかね。公明党のナンバー2と会ってるんですよ。で竹中平蔵が小泉首相の時の、総務大臣を務めた時に副大臣が菅さんなんですよ。これ言ってること分かりますか。また騙されるんですか。また日本を分断して金を外に出させるんですか。まあ以上ですけどね、そういうことなんですよ。